川路温泉駅は、栃木県日光市藤原にある、八岸鉄道合図鬼怒川線の駅。川路温泉街へは、隣の川路湯本駅が、最寄り駅である。島式ホーム一面二線を有する高架駅。列車交換が可能である。駅舎内に、臨時切符売り場があり、日中は、駅員が配置されている。鬼怒川温泉駅からの特急券も発売している。 2016年度の年間乗車辞任は1743人で、ある。したがって、同年度の1日平均乗車辞任は29人である。近年の年度別乗車辞任の推移は、下表の通りである。駅付近は、消耗の集落になっており、国道121号沿いに民家が並ぶ。当駅が最寄りであった日光市立川寺小学校。 中学校は2010年をもって閉校となった。駅近くの絹川には栃木県企業局が管理する小網ダムがある。駅名になっている川路温泉は隣駅の川路湯本駅が最寄りであり、当駅を利用してのアクセスには不向きである。停留所が複数箇所に分散している。停留所名は各事業者とも川路温泉駅前。 駅前ロータリー内に設置されている、停留所には、日光市営バスが停車する。市営バス、鬼怒川温泉駅行きは、校舎専用停留所につき、当停留所から、乗車不可国道121号沿いの停留所には、日光交通のバスが停車する。ありがとうございます。